花夜の時間です。あ、間違えました。花夜の部屋でした。何笑ってるんですか、ちかこさん。今日は声優の白石ちかこさんをお招きいたしました。はい、あれのオローラ役やってるんだそうですね。みたいな。あのレーガーさん知ってますでしょ。私あれカーター前大統領がふさわしいと思いますよ。それでダメですよ、こけてるから。信じられる今のは。でもね、この頃いろんな監督さんからね、女優の監督なってんだ。あの子さんはね、ひまわり変装、さっきの演奏曲何年って聞いてましたけど、ひまわり変装曲主人公のね、とってもドジで男通り明るい性格の私がやってくれる。ドジ役に、ね、最後に死んじゃう、あ、死んじゃう、押してる、あっちも鳴らしたくなったんだけど、やっていいですよ。だって音が鳴りそうだから、待って、後に我慢します。やっぱりほら、コマーシャルに、ちょっとしばらくお待ちくださいっていうのをしてもらえばどうですか。ちょっとしばらくお待ちください、ちょっと。あ、引っ込んじゃったそうです。あ、ほんとにちかこさん、やだ、ほんとにというのは、さやかさん、はい、そうそう、ベッドライブに出さないでください。ブロッコリー、時間がありますので、これを見ます。あ、私もベッドライブ、ブロッコリー、ブロッコリー、あ、テレビ、ブロッコリーは、カリフラワーか、ブロッコリーは、そう、今日はアントニオンですよ、見るんですよ。あ、ジャイアントっていう感じでね、なんで近くの部屋に、はい、近くの部屋に変更しましょう。なんか言うことありますか。何やってるんですか。熱中先生のほら、生徒なんて言いましたっけ、あの子、原田真嗣ってこう、めちゃめちゃなあの人じゃなくて、ちょっとすいません、中島慎吾さん来てください。あのさ、私がモノマネする人、原田真嗣だよね。お兄ちゃん、たまーん、私が真似する人さ、誰だっけ。今買うと体信じてね、バーリプレゼント主役ではあこにいて私で助けてくれ。もう無くだ、しない、しまんだ、好きなしまんだ、ない、ごんにちゃんみな、ほっちゃんみ、
ゴロイヤ、ゴロ、ばあちゃんね。ゴロイヤ、おばあちゃんね。おに、見たこのに、あに。ドクターの先生は、おのしのきやばし、どんなときだって。一度お試しください。ママでも天人パールプレゼント